現在、実用性の高い車が人気となり、セダンの人気は低迷していると言われる中、隠れた名車と評判のホンダグレイス。コンパクトセダンの刷新をコンセプトとし、その外観から醸し出されるスタイリッシュなデザイン性などで、主にシニア層などに支持されています。長さ44、mm 幅 mm、高さ 4450mm 14 1475mm 1695mm 幅高 ホンダスマートキーを使用した通常のリモコン操作でのドアの開け閉めができるほかキーを携帯した状態でドアハンドルを軽く握ると解錠ドアハンドルのスイッチを押すと施錠ができますまたトランクルームの解錠もキーのリモコン操作で可能です パワースイッチはステアリングの左下にあります。キーを携帯した状態でスイッチを押すとエンジンとメーター類が起動します。ステアリング左側にはオーディオ関連のナビ、オーディオリモートコントロールスイッチ。その下にはハンズフリーテレフォンや音声認識のスイッチがあります。右側には 高速道路などで活躍する ACC l k s の操作スイッチ。メインスイッチを押すと、メーター内で緑色の文字が点灯します。一定の車間距離や速度を保って走行する設定ができます。LKAS を解除すると、モニター右の白線が点線表示になります。ステアリング右下にあるインフォメーションスイッチは、運転をサポートする様々な情報の画面に切り替えできます。 燃費に関する表示や高電圧バッテリーに関する表示運転支援システムに関する設定もこの画面で行えますステアリング後ろにあるシフトスイッチはハンドルに手をかけたままマニュアル車のような感覚のシフトチェンジをすることができますワイパーウォッシャースイッチはステアリングの左奥にライト方向指示器スイッチは 右奥に配置されていますインパネ右側のエアコン吹き出し口下にはイーコンスイッチがありますイーコンスイッチは省エネ運転の支援モードに切り替え可能ですその下にもさまざまな機能のスイッチがありますフロントガラスの雪の固着や凍結などを防ぐ機能のスイッチ雪道や雨などの路面で横滑りを防止する機能のオフスイッチ徐行での運転中 走行音を出して歩行者に車両の接近を知らせる機能のオフスイッチ、車両前方での衝突の危険を検知し、ブレーキ操作を支援する機能のオフスイッチ、車線からの車のはみ出しを知らせる機能のオフスイッチ、テレスコピックチルトステアリング機構が付いているので、ハンドルの位置や高さを調整することができます。 調整後は必ずロックをしてくださいスマホのように手軽なタッチ操作でできるベーシックインターナビ視認性は良好で利便性も抜群ですエアコンディショナーはタッチパネル式で温度や風量を指先で操作しながら調整できますまたプラズマクラスター技術を搭載 車内のの空気浄化や脱臭効果があるので快適にドライブを楽しめます運転席や助手席の座面と背もたれを温めるシートヒーターは2段階で設定可能センターコンソールに配置されたメッキ加工がスタイリッシュなセレクトレバー手首の軽い動作で楽にポジション移動することができます パーキングブレーキのときはこちらの P のスイッチを押しますインパネ内にもシフトポジションの表示が出るので安心ですセレクトレバーを R の位置に入れると画面が自動的にリアワイドカメラの映像に切り替わりますタッチパネル操作でノーマルワイドトップダウンの3種類を表示バックする際はガイドライン付きの画面で後方の視界をサポートします そして、スイッチは、よりりスポーティーな走りをししたいときに活躍します。スイッチを押すとマルチインフォメーションディスプレイにスポーツメーターが表示され緑色の S の表示灯が点きます室内のランプは LED 仕様で必要に応じてタッチしながらそれぞれの箇所の明かりをつけることができます 運転席、助手席、それぞれのドアにはボトルホルダー付きのドアポケットがあります。ETC 車載機は運転席右側に設置。ナビと連動しているので高速でのドライブで快適に使用できます。その下のコインポケットは小銭などを収納しておくのに便利です。エアコンの下にある 十二ボルトのアクセサリーソケットと U. S. B. ジャック。電子機器の充電に使用できます。その下側にあるフロントコンソールボックスには。ドリンクホルダーが二つ付いています。サイドブレーキ横には左右に分かれた細型の収納スペース。そしてアームレスト付きセンターコンソールボックスは。 付加底でいろんな小物などを収納できます。グローブボックスは大容量で車検証などをしまっておくのに便利。リアドアの左右下側にはドリンクホルダーが設置されています。助手席側のシートバックポケットは 手軽に雑誌や地図などを挟んで入れることができます後席に快適な風を送るエアコン吹き出し口その下にはアクセサリーソケットが2個付いていますドリンクホルダー付きのリアセンターアームレストは使い勝手の良い,い収納型 コンビシートは仕立ての良さを感じるファブリックシートサイド部分にプライムスムースをしつらえていますフロントリアそれぞれのドアにスピーカーが設置車のバックには深さのあるトランクルームが設置されています トランクランプが設置されているので、暗い場所での荷物の出し入れも安心です。大容量のトランクルームには、通常の状態でもゴルフバッグや旅行カバンなど楽々収納できます。さらにトランクルームに奥行きが必要な場合は、このレバーを引いてリアシートを前に倒します。トランクスルー機構を採用しているので、 長さのある荷物を収納することができます別々にシートを倒すことが可能で片方だけ倒して荷物を乗せたり左右ともシートを倒してより大きな荷物を乗せたりと状況に合わせたシートアレンジが可能です LED を採用したヘッドライトはインラインタイプで より明るくシャープな印象を与えます前方が見えづらい霧の日も安心のフォグライトは最上級グレードのみ標準装備となっていますテールランプとストップランプも LED はっきりとした明るさで後続車に車の存在を知らせます利便性や多機能性のある車が人気の時代 セダンも独自のスタイルを貫きつつ、安全性能や環境性能などの最新技術も追求しています。新しさがありながら、どこか懐かしさも体感できる一台ではないでしょうか。以上、ホンダグレイスのご紹介でした。